僕が答えたら同じことは言えますか。僕が彼らのように我慢できるように見えますか。人類は皆平等って先生それは本当ですか。とは別ですが、わかります、わかるだけですが、お前のこと嫌いだって思ってるのはお前だけじゃねえ。口に出さないだけ褒めてください。欠点がいくつもあります、役に立たない状況もあります。終点を目指して頑張ります、よろしくお願いします。なんてです、好き勝手嫌だって、あーセンスがない、あーセンスがない、無駄なんて言わなくて、あーいいじゃないか、もういいじゃないか。なんとなくはちゃんとした理由には入りませんか。みんな僕を笑ってる、こんなに頑張ってるのに被害妄想止まりません。全く最近の若い子は突然パズルを打ち壊すだってなんとなく嫌だから。君とか忘れよう、壊れなければ許されないなんてことはないんだ。